皆さん、こんにちは。いつも、聞くだけ音感トレーニング、トレミで歌う楽譜を、ご覧いただき、ありがとうございます。当チャンネルで、普段から取り上げている、移動度読みと固定度読み、また、胃腸楽器用の楽譜について、説明したいと思います。まず、ドレミファソラシドですが、これは、イタリア語が広まったものです。コードネームには、英語が使われます。 また A= イコール、ドではなくラですので注意してくださいそしてこのドレミファソラシドの正式な言い方を C カッコドの音から始まるので C メジャースケールと言います日本語で言うと波長調ですところでわざわざ始まりの音を指定するのにはわけがあります A カッコラ から始まるるメジャーースケルもあのです。E フラットミのフラットから始まるメジャースケールもあるのです、e、フラットかメジャースケールとは実際に鳴っている音ではなく音の並び方の法則を言いますですので始まりの音にかかわらず何の音からスタートしてもメジャースケールですまず聞いてみてください A かっこラから始まるメジャースケール フ e フラットかっこミノフラットから始まるメジャースケールドレミファソラシド G フか,から始まるメジャースケールドレミファソラシドそしておききのようにすべてドレミファソラシドと歌うことができるのです。 これをイドウド読みと言います。でも実際になっている音は違います本当の音を読んで歌うことを固定度読みと言います例えば D レの固定度読みはこうなりますちなみに当チャンネルではシャープやフラットは心の中だけで念じて発生しない方法を推奨していますが 他の方法もあります。そして基本12のスタートの異なるメジャースケールがあります。譜面にはキーイコール〇〇と表記します。

カラオケのキーチェンジと同じでメロディーの最高音をボーカリストや楽器の音域に合わせるために変更することがあります当チャンネルではさらに胃腸楽器用にも楽譜をあげていますピアノやギターなどはそのまま譜面に書かれた音が出ますが胃腸楽器と呼ばれる例えば標準的なトランペットなら一音低い音が出ますドと吹けば。 のフラットですから本当に出したい音よりも一音高く書かれた譜面をあらかじめ用意しておきますキー C の演奏がしたい場合あらかじめキー D の譜面を用意しておきますお聴きくださいレミファソラシドレ読みですので楽譜通りレミファソラシドレと歌っていますがキー C のドレミファソラシドが鳴っています このようなトランペットを B フラット感かっこ感楽器に多いと言いい譜面には inB フラットと表記しますもっと詳しく知りたい方は理論の解説動画も順次上げてまいりますのでそちらをご覧くださいグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします